南明は、明が首都北京を失った後、明の皇族によって1644年から1661年までの間に、家中、家南に建てられた地方政権の総称である。南明の最大勢力権法の王朝は、清王朝から見て、中国の南方にあったことから、明王朝の崩壊後に建てられた政権を南明と称している。 この1644年から1661年までの間には、明の皇族によって1644年から1661年までの間に、家中、河南に建てられた地方政権の総称。明王朝が理事政によって滅ぼされた後、明王朝の皇族たちや管理たちは中国の南方に逃れ、地方政権を建てることで、新王朝に対抗した。 皇帝や韓国を名乗った旧皇族らは南の江南各地で新王朝に対抗した。李自政が北京を陥落させ、明王朝最後の皇帝であった奇想スー帝帝が自殺して明王朝が滅び、李自政が大祖を名乗って大順帝国を建国すると旧皇族、管理らによる明王朝復興、反身運動が相次いで起こった。最初に設立されたのは、 南京の副王政権で、副王は、万歴帝の孫にあたり、鹿法、バシエーラ九名王朝の管理に擁立されて、広光帝を唱えた。また、それに続いて、英明王が、英略帝を名乗り、東王が、劉武帝を称するなど、他にも、皇族たちが中心となってここに政権を立て、北方の清王朝と争った。劉武帝また、福王、中将、 東欧、守一県、英明王、周郎の三皇帝を合わせて三藩と共い、三藩に、老王、守母、海を加えて四藩と呼ばれることもある。1644年に農民反乱を指導した李自政は北京を陥落させ、数帝帝は影山で自殺した。李自政は自身の王朝、淳帝国を建国する。福と南の官僚は、 江南へ退避していた皇族の中から、新定擁立を試み、鹿方ら東輪派は、老王、守モ、海王、バシエラ、半東輪派の官僚や官官らは、福王、守油将を主張する。5月、福王は、南京へ入り即位し、鹿方らは失脚する。だが、この間に新軍が満州から、中国本土へ侵入して、五三景ら名の旧官僚、軍人を参加に入れながら、 理事政を滅ぼし、家中、カナンへと進出を図っていた。1641年、理事政が落葉を攻撃し、そこにいた高等に近い民の皇族、福王主優将は、カナン会計府に逃れた。翌年、会計府が理事政によって落とされると、主優将は、ワイアンに逃れた。1642年5月に、王室根、ね、を霊部次郎の宣言役、 四家法羅東輪系の一派らが擁立した。逆に、法要総督の馬氏へ、現代ら関岸派は、福王主優将を南京にて擁立して、王派と対決したが、結局は、福王主優将が擁立され、はじめ韓国を称し、間もなく、年号を、広光と定めて、皇帝を称した。しかし、有境にふける広光帝は、政務は、馬氏へ、現代に委任し、 自らは遊び暮らすありさまであり、それを良いことに南京政権で内部構想が絶つ混乱が続く。1645年、新軍が要州を制圧した。その後10日間にわたって新兵が大量虐殺を行った。1645年4月、新の軍勢が侵攻し、新軍が南京を占領すると武庫に逃れて高徳公の支援を要請したが、 南京が陥落して、広光帝の政権は崩壊した。広光帝は北京に送られて、翌年に処刑された。死後に送りなられた死後は、法典従う道広和政牧州文府文音教、任工官皇帝で、病号は安州となった。1645年、主優省が広光帝として即位して、南明政権を樹立した頃、 後部帝の十世の孫である周一会は、広光帝によって、老王に封じられた。南京で広光帝が、新軍に敗北したことにより、石膏将校で韓国を称した。同年6月、老王が擁立され、韓国と称して、将校に、地方政権が立てられる。同時に、東王、主一賢が、劉部の元号を立て、劉部帝として、帝子流、 王道修羅に押されて定位につき、復讐で即位し、定子流や王道修羅に補佐され、ここに南明は二人の皇帝が擁立されて、分裂状態となった。また、東王は同族である京林の安子皇王の主、徹義美が、露王に続いて、韓国と称すると、両皇総督の定位差を素早いに命じて、これを討伐させて、これを捕らえて、復讐に連行させて、 王位を剥奪した挙句に、極死させた。老王と東王は正当性をめぐって争ったが、1646年6月には、将校などが真に攻略され、老王は会場へ逃れて、帝政公のもとへ身を寄せた。これにより、竜文帝が唯一の皇帝となる。1646年8月に清は、復讐へ進行し、新軍が攻撃するとさらに帝州に逃れたが、 真の理性胸の軍によって捕らえられ、劉部帝政権も崩壊する。また、数日後には、皇后宗氏と、官十人ほどが、受水自殺し、竜部帝は絶食して自殺した。去年45であった。その後、弟の勝武帝が行為を継ぐが、これも同年のうちに、清に敗れて自殺した。高政大王による、ローマ教皇への救援要請。 占い渡る格が、ラテン語に翻訳。外国の救援を求めねばならないほどに、末期には衰退していた。英略帝純国の非英略帝一行の新路1646年10月、桂王、周裕郎が、初め喜びで韓国を称し、11月に即位して、英略帝政権が成立する。皇帝に即位する前は、英明王の地位にあった。 英略カドは中高の祖番歴帝の孫であり、李帝国、帝政公らの協力を得て、関東省から厚生、紀州雲南地区を勢力化をいた。また、帝政公らに要されて、各地で抵抗し、一時は清を圧倒した。しかし、内部の権力闘争で徐々に弱体化し、やがて新軍の攻勢を受け支配地域は縮小し、放浪の末に、 ビルマ王国のオーピンデール民王の下に亡命し、被護を受けている。しかし、この時に、英略ミカドに従った家臣はわずか650人程度に、過ぎなかった。しかし、ビルマに逃れた後も清長に投降した、ゴース三家の攻撃を受けて、英略ミカドは新軍に、身柄が引き渡された。真のゴ三家に捕らえられて、雲南へ連れられ、1661年に、 本命で殺された。去年40。こうして、民の皇帝を称する人物は絶えた。なお、英略三の死後も、朝鮮では、清を認めず、彼の年号である、霊力を記念にした。一方、1661年5月、民の復興を目指す皇族である、老王、主も海を保護しいただく帝成功の軍団は、 清への反抗の拠点を確保するために当時オランダの支配下にあった台湾へ進出し、鄭政功の一団が南部台湾支配の拠点であった J ランディア城を占領、その町赤をトート名形と定めトートと命名した。1662年には牢を擁護する停止政権を樹立した。行政区画として鄭政功は新たに下部に一府二県を設置し、 これとは別に離島の宝庫諸島を支配するために宝庫安部士を設置し支配を固めた。しかし、その支配はあまり長くは続かず、同年中には、老王と帝政光という尿柱が病死し、そのことにより南米の滅亡は決定的となったのである。帝政光の死後、息子の定業は上天府及び東都を廃止し、国語を東康氏と会合を。 天根強権と万年権を衆と改めた。この他方向安部市以外に南北路領安部市を新たに設置するなどした。その後も帝政公の遺族によって抵抗は続けられるが、1683年に帝政権は帝政公の孫の低勝が清市降伏し、明細公の道は断たれた。帝子王室による統治されていた東康氏王国は23年間で終了し、 民の名脈を与えた。なお、台湾の東康マ・ヤス王国は諸外国から正式に国家として承認を受けた政権であるため、厳密には南米の流れを組み、台湾で独自の政権を築いたと言える。ありがとうございます。